およ、いらっしゃい、いらっしゃい、Cチャンネルのリアクションが始まるよ。闇芝居って知ってますか？闇芝居って。あと、こいしょーだ、こいしょー。さあ、ということで、今日もね、リアクションしていこうと思います。さあ、今日はね、リアクションするチャンネル、いきます。STONES! これ、STONES って言った時に、ピシーンって出す時の STONES の宣材写真は、毎回あれですか？なんかこう、自分のテンションで変えてますか？あ、いや、毎回その、現段階の。ああ、なんか今で言うと、ちょっと白い感じのバイトね、音色の。音色のやつか。はい、そうですか。そういうのってなんかでも僕らもいろんなアーティストさんにリアクションしますけど、宣材写真結構変えます？やっぱその時その時も。いや、あんまり僕は変えないです。あ、変えないですか？はい。VTuber の編集が多いので、はいはい、YouTube の、プロフィールとかで使った写真とか。ああ、なるほどね。はい、僕もそんな変えないです。さあ、ということでさあ、今日はその STONES、もうね、たくさん STONES の、STONES さんの動画もリアクションしていきましたが、今日リアクションする動画タイトル言います。 STONES SIX From Live DVD Blu-ray Disc Feel Dusty 2022年1月6日横浜アリーナー。アリーナー。さあ、ということで STONES のこの SIX、 これでもまあ STONES の6なわけですからね。まあ、6ってる気がしますよね。 ST とかさ、なんかそういうなんか自分たちの名前をこう曲名にするみたいなのあるんですね。多いですよね。ね。で、これはまあ、フィルダスティ。前回のフィルダスティは、リアクションさせていただきました。ウィップザットで。ウィップザットか。そうだな。さあ、ということで、今回はこの動画をリアクションしていこうと思います。Cチャンネル！はい。早速これ、まあ、SIX。きっとこの曲に、この6という意味が込められてるんですかね。ね、見ての、ね、聞いてのお楽しみですか。はい。あんま言っちゃったらあれですか。そうです。またなんか怒られそうなのでいろいろ。そう。一番怒ってるのはこっちが。で、そのビップザップの動画上げた時にコメントで、もうこの曲聴いたら次はこれでしょうっていうリクエストも多数いただきましたし。なんかさ、もうさ、トキヤじゃなくてさ、ストタンがさ、次の動画決めてんじゃねこれ。あ、もうほぼが。もうトキヤじゃん、あれじゃん、ちょっと楽してんじゃんこれ、年持ってくる動画。でもやっぱ視聴者さんの声を聞く方が YouTuber と伸びるんで、うん、どんなかそういうコメントを生かしてくれるよ。間違えました、すいません。Here we go! VIPZAT の動画の時、すごい僕らちょっと VIPZAT の動画を上げるのが実はすごいタイミングが良くて、ほう、今、スマイルアップさん自体が、4月と5月に We are Let's Get the Party Start っていう全部の所属タレントさん、アイドルさん全員が出るイベントをやってるんですよ。マジ？ほうほうほう。で、まあ、なので、4月は東京ドーム、うん、5月は京セラドームで1回ずつあるんですけど、もちろん STONES も出演してて、ほう、で、そこで、STONES がこっからと暴れろと WIPZAT を歌ったらしいんですよ。なるほどね。そしたら、うん、その会場にいた他のグループのファンの方たちが、おちょっとストーンズやばいんじゃないかっていう。あ、その曲たちを聞いて僕らがリアクションした元の動画があるわけじゃないですか、うん、そこにいろんなグループの方がライブで見ました、最高でしたみたいなコメントがブワーって他のグループのファンの方が集まって、そんな相乗効果生まれてたの、あの動画に。しーちゃん、先輩としなんて言った方がいいんじゃないですか。何せ、どの先輩ですか僕が。あ、ストーンズをね、初めて知ったね。遅いよ、気づくのが。ストーンズの魅力に。ってことでしょ。そんな奇跡が生まれた、はい、このウィップザットからのこの SIX、はい、じゃあ早速見ていこうと思いますよ。これもかっこいいんだろうな、きっと。頭からかっこいいんだ。だってもうさ、これ待って、頭がほらリプレイ回数最も多いからね、うん、この入りのズワーっていうのがいい。うわ、今日もバンダナしてるよ、ジッシュさん。そうだそうだ、この時のやつだ。おお、いい、こういう感じだ。なんかこう初めての人でもこう乗れる感じじゃない、うん、なんかやっぱなかなか難しいじゃないですか、初めて見るね、アーティストさんの乗り方って、音楽のこれもすぐこう乗れる、ますね、うん、乗れる、いい。うわー、ジュリー、こんな感じで見られたら、こう目あったら最高だよね、ほんとね。目あったって思ったでしたっけ。いや、もう完全に目あったと思ってます。
サラサラジュリーよね。かっけえこの照明も。またステージの高いとこ上がってるわ。いや怖いよ。前もそう言ったよね、あの手すりなしステージ、うん、怖いこれ。いいね。これまたこうなんか加トちゃん思い出しますね。ちょっとだけよ。めちゃめちゃその色じゃん。いろんな名だたる紫の種類とかピンクの種類の加トちゃんカラーだよこれ。完全に。わあ。あ、なんかある。なんかこう手掴むやつがあるわ。ほらリプレイ返すまたも最もいい部分だ。ちょうどジェシーさんがこうなんかやってるね。これなんだろうね。多分だから手すりなのかな。やっぱこう怖いからじゃないですか。いや本当だよね。危ないからね。そうだね。なんかこういう風に動かしたらめっちゃ進むあの乗り物みたい。やっぱ慎太郎さんね。ジュリさん以外参加してるよこれ。あ、コーチさんもしないかな。前回のビップザットをした時に、はい、ちーちゃんさんがこんなに重い衣装着てよくね、白いやつでしょ。そう、はいはいはい、よくこんなパフォーマンスができるね。本当だよ。話をしてて、うん、なんかそのコメントに対してその重い衣装なら SIX も見たらなるパフォーマンスもかっこいいよ。はい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 。もうなんか俺自然とじゃあ人たんと会話してんだ。この曲のコメント欄にも、はい、ビップザットからのこれっていうコメントがめっちゃあって。なるほどね。ビップザットにハマった人がやっぱそのストタンからのメッセージで僕らがそこにこう呼ばれたというか。これちなみにやっぱ SIX なんか意味あるんですかね。これ分けてる意味やっぱなんかこう S は何スペシャルアイドルレックス。音楽的な話になってしまいますけど、今更ですけど、このマイク何使ってんだろうな、これな。ゼンハイザーなのかな、黒。なんかこういう。ゼンハイザーですね。ゼンハイザーっぽいね。うん、そっか。うわ、キョモン。キョモンまで行かなかったね今ね。あ、キョモンぐらいだね。いやこれ分かりやすい。やっぱいいよライブは。そう乗りやすいのいい。あーかっこいい。前回このね花道でのねダンスがありましたかね。縄跳びダンスね。そうですね。ありましたか、はい、もう一回踊りますかな。大丈夫。あ大丈夫ですか。あこれこそジュリー今カメラ目線だった。 100% なんでリプレイ返す最も遅れんだよ。ここめっちゃいいじゃん。カメラ目線してる、ね、指さして。うん、すげえこの照明すごっ。あすごい。これって結構この時のライブでこううえーっていうやつとか使ってんのかな生で。あでもそうやって聞こえました。聞こえた。こういうエフェクトって。あーすごいね。こんなにトーンズのかっこいい曲って尽きないですわこれ。まだまだそして10周年ということで、 SIX の意味はそこまでちょっとあれでしたけど、やっぱこれでもストーンズのやっぱ存在意義みたいなものがやっぱこう感じられる曲じゃないですか、うん、きっとかっこよさとかやっぱノリの良さとかいろいろ。やっぱり今回やっぱ推しも多かったしね。推しのラップが多かったし、推しのカメラ目線もあったから、うん、俺的にはもう俺得動画でした。素晴らしかったです。いや今回拝見した動画は STONES SIX from Live DVD ブルーレイディスクフィールダシティ2022年1月6日横浜アリーナでの動画でした。
ぜひと皆さんね、こちらね、これ本当にやっぱ分かりやすい感じでね、ライブ楽しめる動画になってますので、皆さんも行ったら、もしかしたらストーンズのライブ行ってみたい、そういう風に思えるかもしれません。ぜひ見てみてください。そして、ストタンの皆様でまだまだ C チャンネル登録してないそこのあなた、ぜひともチャンネル登録、そしてコメント、グッド評価残してもらえたらなと思います。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。